どうも、アルセテアノです。どうも、アルセテアノです。ピンスリンドです。そしてチンチンです。というわけで、花焼き加工店第1回お料理タッグバトル、はい、というわけで、本日はなんと、はい、料理対決するんですけども、はい、両者作るべきものは同じです。ただ、はいはい、何を作るかは指示与えられてません。なるほど。その出題者の、はいはいはい、作らせたかったものは何なのかというのを、まあ、2人で協力プレイしながら作っていくというのが今回の醍醐味。なるほど。まあ、チームは金焼きバス、ここで。まあそうっすね。まあまあそうっすね。まあチーム日常、チーム日常や。俺ら確かに俺らチーム日常や。チーム日常 VS チーム匂わせ。あ、チームやってたもん。やってたチーム日常 VS チーム匂わせということで、はい、わかりました、はい、今回やっていきたいと思います。わかりました、はい、というわけで Make it possible with ウミガメのスープ。てれてってって。チームに合わせていきまーす。はーい。お。お。こちら今回の材料ですね。今回、はい、1人前の定食を作って。定食。はい。1人前。定食。食材はそこにあるものを使っていただくんですが、全部使い切らなくても大丈夫です。ただ、1回は使ってください、はい、あ、1回は使えと。はい、では料理の制限時間1時間です。よーい、スタート。はい。で、おそらくこの絹ざやがあるってことは、うん、肉じゃがを作るってことだと思う。牛と、人参と、玉ねぎ、賢くね、あんた。と、じゃがいもと使って、うん、確かに味噌汁じゃん、これで、うんうん、でキュウリと鶏肉。ボンボンジーしか出てこないんだけど。お前賢い、さては賢くない。ゴマがない。いや、ちょっと待って、俺今日雪りの冴えてんな。なんか思考を読んだ方がよくて、うん、浅漬けもできるんだね。キュウリを浅漬けで簡単に処理するというのは、うん、でも鶏肉必ず1回は使わなきゃいけないよ。じゃあね、俺の中で親子丼肉じゃが定食か。あー、親子丼いいね。親子丼はね、これ卵あるやん。うん、そうだね。あ、じゃあ親子丼でいいじゃん。でも、バンバンジーも趣味で作るとか。趣味で作っとく。はい、じゃあやりますか。はい。俺とお前で、はい、やるか。こう見えて、実は真面目にやったらできるってことを見せてやるわ、お前らに。おぉ、バンバンジーってこういう感じよね。ほら、違った。なんかそんなんと、とりあえずこういう感じにしといて、うん、で、浅漬けはなんか斜めに切ってたら、そう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 、こういうのにピッピッピッって入れて、ふぅ、まあいいや、はい、これで30分放置。はい。じゃあ、そしたらあとお味噌汁を作ってほしい。はい、お味噌汁はまず水入れる、うん、だしを入れる。そう、完成。味噌はどこ行くから。わあ、ゆきさんが肉入りました。行こう。でもこれ入れるね、これ。これも入れるね。もうまな板ごとボンジ入れた。マジで、この出る。あ、出た。空中切り。でも私これ超苦手なの。出ました、空中切り。綺麗な。とりあえず親子丼もどきを作ってみよう。ノリでやっちゃいます、私。はーい。あとはな、ふぅ、日本の未来はウォウ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 、親子丼だぜ、イエイ。この辺は確かにちょっと微妙やけど、うん、おぉ、もろもろもろ、おいしそう。ここ見るからにさ、ほら、おいしそう、おいしそう。はい、じゃじゃーん。完全に火傷したな、今のは。ありがとうございます。あっつ、あっつ、とりあえずここに落としまーす。どうして、なんなら普通に取りだけ取って取り除けばよかったんじゃないの。ほんまや、やば、かしこ。これはね、こうして、これで、なんかソースは多分ごま油、醤油、豆板醤だよ。みりん、痛いよ。痛いね。待って、はい、
ゆきさん。ゆきさん、あなた天才だよ。美味しそう。そんな絹ざや飾るとかいうさ、本みたいなこと知ってんのか。よし、この味噌汁を、そう、味噌汁はね、もううちにはそういうのがないので、はい、これはもう、どうすんの、本当にこうするしかありませんよ。すごいね。というわけで、我々が作ったのはこちらの親子グローバル人民共和国の完成でーす。はい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 、どうもどうもどうも。わー、でもうまそうだなこれ。では制限時間1時間です。よーい、どうも。はい、俺思うの言っていい？はい、俺思うのは肉じゃが。あっ、同じこと思いました。あっ、うん、服を卵とご飯で親子丼を作って、え、でもさ、うん、これ2種類作るってなったら結構いろんな選択肢あるくない？うん、これ、これはで、ここきゅうりとわかめでお酢の物作ろうかなって思いました。なるほど。お前、お前さては天才かお前。じゃあ一回材料を準備しましょう。あ、下ごしらえ。あ、えらい、えらい。向こうのチーム、これ見て肉じゃがは出てきてないと思う、正直俺の人。肉じゃが知ってますかね、肉じゃが知ってはいるけど、肉じゃがに何入ってるかいちいち覚えてないと思う。完璧。おめちゃくちゃ美味しい。これじゃあこのまま置いといて卵最後に溶くか。その方が多分いいよ。入れます。はい、入れてください。はい、これ飲み物、これ、これは豆腐とわかめの味噌汁と、うん、あとそのまま作ろうと思ったから、その分の、はい、であとはグツグツさせていきましょう。はい、次、うん、マコさん今何分？残り37分。余裕、余裕やろ。じゃあ、じゃあ、かまや、終わった、終わるか。ちょろエビス。ちょろエビス。なんだこれ、20分。クッキングしてやばい。お前やめろって、お前そんなことするの、ドッキリ。お味噌汁作りましょう。味噌汁作ろう。一人分。いやいや、味噌汁はこそいっぱい作って。お前このわかめの量どうしようと思ってんの。これお前一人分か、お前。わかめいっぱい。お前だってこれ、琵琶湖か、お前。わかめの量。お味噌汁って最初さ、だし入れて、はい、はい、どうぞ。入れすぎたかな。入れすぎてる可能性は多い。水またはお湯 300ml に小袋1/4。やりすぎ。やりすぎ。めっちゃ濃いじゃん。水入れよ、水入れよ。で、親子丼の卵はそんな混ぜない方がいい。へえ。せーの、できた！ということで、いやでもこれ勝ったでしょ、さすがに。だってこれ見てください皆さん、俺想像以上に肉じゃがが美味しい、正直びっくりした。過去の適当な味付けで、それあれでいけるんやって。いけるんで、で親子丼ポイントがこの辺の白身、この辺とかも美味しそう。卵の閉じ具合までこだわってやる、こだわった。いける要素がないんで、このままこれで提出したいと思います。はい、この辺ですね。はいはいはい、あ、ここに座るんだね。でも俺ら今回さ、はい、クソまともにできたから。いや、一個言うけど、俺らもやで。ゆきりね姉さんがマジで、なんかとんでもない主婦力を見せつけてきたから。そうやばいやばいやばい。というわけで、今目の前にね、ご自身が作られた料理があるので、確認しましょうか。3、2、1。はい、うえー、ええ、ほとんど一緒じゃね。え、もう一緒や。え、同じだ。え、こんな被る、やばくねこれ。え、何それ。親子丼の質が全然違うよ、まず俺らと。卵混ぜすぎちゃダメだよね。あー、逆に、逆に混ぜすぎるとこういうのができひんから、そういうとこまで工夫して作り上げた我々の親子丼。うん、これ、これ何これ。あ、サツケ、サツケ。あー、サツケか。俺らとじゃちょっと違うわ。じゃあ酢の物にしたよ。酢の物にしました。想定だけど、まさかこんなに被るなんて。っていうか、あのボケは、いや、ボケとかなくて。ガチ料理バトルしちゃった。まず、正解発
表から聞きたい、ね、あ、そう、あ、そうやね、今日忘れてた。というわけでですね、はい、今回の正解は、はい、親子丼、肉じゃが、お味噌汁、浅漬けでございます。イエーイ、ここで100点を作ってる。ここでまずこんだけ。常にこの3対4。いや、分かった分かった。味で勝負。分かった、そう、味で勝負しとるやん。でもこれはマコに食ってもらって、マコに食ってもらって、そうそう、ベースつけてもらうしかないね。はい、白身少ねえな、止まったんだろうな、卵。うん、おいしいです。好きな感じの甘さ。あー、いいね、嬉しい。うん、なるほど、これも美味しいです。やっぱりね、やっぱり良かった良かった。そうですね、良かった良かった良かった。大きな違いで言うと、結構甘めで、こっちは甘さあんまりない、ちょっと醤油とかそういう、はいはい、味が強いです。好みなのはですね、こっちです。でもそれ、肉じゃが、肉じゃが行こう、肉じゃが行こう、肉じゃが行こう。もう、もうお前、もう絶対お前これ食うな。はい、お願いします。はい、じゃあいただきます。なるほど、じゃがいもの表面が濃いんですけど、中は意外とじゃがいも強いな、これ。なんていうの、ちょうどいいんですね。最後まで、最後まで言い切ってくれてから俺はリアクションするから、だからちょうどいいですね。ほらね、よしよしよし、そこまで言ってくれたら反応できるよね。美味しいです。すごくホロホロしてて食べやすいですね。おー、美味しい。はい、肉じゃが美味しかったのは鼻口ゆりやです。はい、ということで、今回の、料理対決、はい、勝者は、はい、なんか犬なんでもいいわ。もうなんか普通に待っとこう。頼む、マコさん、鼻口ゆり。まあでもなんか聞こえんかったな。なんかじゃあいただきまーす。いただきまーす。